デュケーヌ90巡洋艦は、フランス海軍の従巡洋艦の艦級である。同型艦は、トゥールビル。艦米は、ルイ14世から助訓を受けたアブラームデュケーヌにちなむ。1922年のワシントン海軍条約後に、建造した、フランス初の条約型巡洋艦である。設計や、排水量、兵装などは、 他国の条約型従順と比べ遜色のないものであったが防御力に関しては走行が脆弱である。しかし機関部は生存性を高めるため世界の従順に先駆けてシフト配置を採用している。そのため前後に離れた煙突を持っている。1935年に空母に改装されることが計画されたが実現はしなかった。第二次大戦初戦ではインド洋にて 護衛任務に従事していたが、フランス降伏時にはアレクサンドリアにあり、英海軍により抑留されていた。後に自由フランス軍に参加し、アメリカで回収され、ノルマンディ上陸作戦等に参加。1946年の第一次、インドシナ戦争にも参加、出動している。写真はトゥールビル。船体形状はフランス近代巡洋艦で長らく主流になる艦種から、 環境部までが一段高い選手郎型船体を採用している。クリッパー型艦首から甲板までの還元は高い艦首から前向きに主砲塔2機を背負い式に配置。環境構造は箱型とし、その上に軽量な三脚型の全部マストが立つ。また、本型はデュゲートルーワン級と同様に機関のシフト配置を 採用しているために2本の煙突の間隔は前後に空いており、その間は関西艇置き場となり、関西艇用の洋州クレーンがある。2番煙突から、後ろは簡便な短脚症、後ろ向きに背負意識に、主砲塔2機が配置された。1945年のトゥールビルのイラスト。レーダーを装備し、対空火器が増強されている主砲は、新設計の 1924年型2 3センチメートル砲を採用した。砲身は、当時の最新技術である A 等とライフル等と一緒となった実験砲身を採用し、製造にいち早く成功した。砲の旋回、不要動力は、フランス軍艦伝統の電動方式を採用したが、1927年に射撃砲違反が取り付けられ、 包位板管制による効果的な射撃が可能になった。装填は、行角10度から深く5度の間で行われ、射程14000メートルの間ならば、行角を変えずに連続速射が可能であった。他に、備法として、1922年型7、5センチメートル広角砲が採用された。この砲は、長明で続く、シュフラン級と千里巡洋艦にも搭載された。 他には、オチキス社製の 37mm 連装機関砲4機と 13.2mm 機銃が、連装で6機が乗せられた。本級の武装、装甲配置を示した図。原則装甲はなきに等しく、甲板防御に 30mm の装甲を張り、弾火薬庫や、脱機室など主要防御部に、ボックス下出ると呼ばれる 30mm 装甲板で、原則の広範囲を囲む。 防御方式をとっているその代わり、フランス軍艦伝統の対応防御方式を強化して、機関区画への重核壁器と細分化された水密区画により、水泉下食雷時の浸水被害の極限化を図っていた。しかし、高い還元は、高天時の航海で横風をはらむ危険性を持っており、風の影響を受けやすかった。艦質 機関分離配置は、第一次大戦前の走行巡洋艦と同様である。主艦には、挙動タンプル式型重油戦傷艦9機を採用し、主機艦には、ラトーブルターニュ式ギヤードタービンを組み合わせた結果、最大出力12万馬力、速力33.75ノットを発揮し、抵抗の少ない船体により機関出力が半分であっても、速力30ノットを出すことができた。 安定性の高いボイラー艦と、オーソドックスな高、低二段式タービンにより、機関の信頼性はこの時代の巡洋艦として高く、航続性能も当時として高速な15ノットで5000カイリーと、まずまずの出来であった。1935年に空母に改装されることが、計画されたが、実現はしなかった。第二次大戦初戦では、インド洋にて、護衛任務に従事していたが、 フランス降伏時にはアレクサンドリアにあり、英海軍により抑留されていた。後に自由フランス軍に参加し、アメリカで回収され、ノルマンディ上陸作戦等に参加。1946年の第一次、インドシナ戦争にも参加、出動している。ありがとうございます。